こんにちは。松戸市議会議員選挙に立候補しています石塚です。松戸市議会議員選挙、石塚優、どうぞよろしくお願いいたします。私石塚優は、シニアの皆様方の健康づくり、そしてコミュニティづくりに全力を尽くしてまいります。具体的には空き家や空きテナントを利用した健康ステーションを作ります。この健康ステーションはスポーツジムのような、スポーツが汗を流すことができる機材、こちらを設置いたします。そして皆様がボランティアなどで貯めた健康マイレージ、この健康マイレージを使えるようにします。そうすることによって、どなたでもボランティア活動をすれば、こちらの健康ステーションで汗を流すことができます。そしてそこで皆様方が集まってくることによって、皆様方のコミュニケーション、いろんなお話をしたりする居場所、交流の場ともなります。石塚優は皆様方一人一人の健康寿命、健康づくり、そして地域居場所づくり、こちらに全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。